10時になります。福島の高湯行って一気にまた道の駅桂に戻ってきました。じいちゃんです。今高湯、温泉の立ち寄り湯によって、福島まで降りてきました。そんで国道4号に入って、南下します。しかし高湯温泉、ちゃんと硫黄温泉でした。しかも入湯料250円。温泉じゃなくて、洗い場というか、あのシャワーみたいなのもついてなくてシャンプーとかそういうのも設置してるものはなくて、まあ本当に皆さん持ち込んでました。いや、しかしやっぱり硫黄温泉はいいですね。しかもあのなんか温泉の名前があったか湯、高湯温泉があったか湯っていう、まあ多分43、4度ぐらいはあるんじゃないですかね。いつも入る那須の鹿の湯は、46度なんですけど、いつも入るのは、まあ、それに比べると、まあ、物足りないっちゃ物足りないんですけど、でもまあ、ああいう立ち寄り湯で44度ぐらいあったら、それしか、それ風呂はそれだけなんでみんな必然的に44度に入ってるわけですよ。
店に来ましたね。八頭町ですけども、来るときに、この県道44号で、茨城の4号に合流して、高い上向かったんですよね。出来上がりの焼きうどんもこうやって焼き直すとすんげえ美味しいな。